皆さんこんにちは国家公務員キャリアガイド YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます国家公務員の採用広報活動を担当しております内閣官房内閣人事局です皆さんが官僚になりたい日本のために働きたいと思った際に、えー、知っておいていただきたいことを、えー、10分でお話ししたいと思いますさて 皆なさんは国家公務員という仕事にどのようなイメージを持ちでしょうか。国のために働くスケールの大きな仕事、でもやりがいはあるけど大変そうなどさまざまなイメージがあるかと思います。我が国が直面するさまざまな課題のキーワードをいくつか挙げてみました。最近では新型コロナウイルス感染症への対応などもありますね。ここで少し想像してみてください。 高齢化に悩んでいた町に若者が集まり活気を取り戻していく様子をどのような境遇であっても学びたいと思えばそれが手に入る社会を子育てもキャリアも諦めることなく生活を送れる環境を国家公務員の仕事はさまざまな課題を解決しこうした豊かな暮らしを守るための仕事です多岐にわたる関係者と調整し限られた人的リソースや予算 時間の中で仕事を行っていく国家公務員のミッションを一言で表すと考えられる無数のアプローチの中から最良と思われるものを選択し解決のための政策を立案して構成かつて的確に実施していくことと言えると思います。一口に政策と言ってもアプローチの方法は様々で例えば法律という形でルールを作ること。 計画という形で、将来のあるべき姿やそこに至るまでのステップを具体的に示していくというのもあるでしょうし、広報という形で発信していくというのも大事な仕事の一つです。次に、国家公務員になるまでのプロセスを簡単にご紹介します。国家公務員として採用されるためには、まず、人事院が実施する採用試験を受けていただく必要があります。最終合格したら、各府省の面接、 いわゆる官庁訪問を経て内定となります。試験は大きく分けて3つ、総合職試験、一般職試験、専門職試験があります。一般職試験については、ここでは定型的な事務と書いていますが、政策の実行を担うイメージです。専門職は、例えば刑務官や海上保安官などがあり、 総合職や一般職とは別の形で採用となります試験の区分はなんとなく法律区分のイメージがあるかもしれませんがここに挙げられているように分離ともにさまざまな試験区分がありますのでご自身が大学で学ばれている分野に合わせて受験いただけると思いますただ、省庁によっては採用区分が決まっているので興味のある府省については調べてみていただくことをお勧めします ご参考までに総合職試験の概要を示します。一次試験はマーク式の試験、二次試験は記述式の試験と人物試験が行われます。試験の詳細については、人事院が運営している国家公務員試験採用情報ナビでご確認ください。続いて、国家公務員の働き方についてご紹介します。 国家公務員も働き方改革が進んでおり、働く時間を変えるフレックス制や、働く場所を変えるテレワークやオフィス改革、業務効率化やマネジメント改革など、さまざまな取り組みが行われています。働く時間を変えるということで、一つ例をご紹介します。通常、国家公務員の勤務時間は、9時半から18時15分まで、間に1時間休憩を挟んで、 1>, 1日7時間45分勤務です下の図の勤務時間は2人の子育てをしながら働いている同僚の事例ですフレックスタイム制を使い朝の勤務開始時間を10時にずらしまた休憩時間を30分に短縮することで勤務終了時刻を早めていますまた子どものお迎えがあることから16時30分に一度勤務を終了し お迎え等が落ち着いてから20時から残りの勤務時間をテレワークで対応するという一日を過ごしています一緒に働いていた同僚としての感想ですがもし夕方に何か発生したとしてもメールベースでやり取りするなどで対応できますのでほとんど不都合を感じたことはありませんこのようにフレックスタイム制や休憩時間の短縮、テレワークなど さまざまな制度をうまく組み合わせて使うことで柔軟な勤務形態を取ることができ仕事と家庭を上手に両立しながら働くことが可能ですまた今は新型コロナウイルスの影響もあり週2、3日はテレワークをしていますがメールやチャット、ウェブ会議を活用してコミュニケーションを取りつつ遠隔に業務を進めています働き方が随分変わったなと私自身も実感しています続いて 国家公務員の一般的な勤務条件について簡単にご紹介します。給与は基本給のほかに各種諸手当てがつきます。本府省勤務の総合職引卒および総合職大卒と仮定して算出したモデル的な初任給はこちらの通りです。いわゆるボーナスは夏と冬の2回あります。ここでは放給等の 約4.45月分とお示ししていますがこの額は人事院勧告を受けて変動しますのでご留意くださいまた休暇等の制度も充実していますワークライフバランスの取り組み両立支援制度の概要については内閣人事局のホームページをご覧くださいまた内閣人事局のホームページではモデル給与もお示ししておりますのでご参考まで その他、女性活躍や男性の育児休業等の状況についても、ホームページで見ることができます。女性の国家公務員はどんどん増えてきており。二千二十一年度の採用者に占める女性の割合は約37、約三十七パーセントとなっています。二千十九年度に、新たに育児休業を取得した女性職員の割合は100、百パーセントで。 平均期間は16ヶ月となっていますまた男性職員については2019年度第一四半期に子どもが生まれた男性職員の99%が育児に伴う休暇休業を取得していますその平均取得日数は50日取得者の88.8%が1か月以上取得しています内閣人事局では国家公務員キャリアガイド で死亡者向けの情報を発信するとともに各種制度の情報や国家公務員の働き方等についても発信しておりますのでぜひご覧ください。Twitter ではイベント情報の発信のほか職場の様子や上司からのコメントなど続々投稿しておりますのでぜひフォローしてください。そのほか関係するリンク先は概要欄に掲載しておりますのでぜひご覧ください。 皆さんの進路選択の一つに国家公務員を加えていただければありがたいです。ごご視聴ありがとうございました